三つ地中蔵から1948年4月1日は、明治から昭和にかけての日本の政治家、佐ぬ国大内軍、もいとり村出身。長年立憲政友会の衆議院議員として、党内にて重きをなし、内閣初期官庁を振り出しに、文部大臣、大倉大臣、邸新大臣、鉄道大臣、水密顧問官、内務大臣を歴任した戦前政界の重鎮である。 佐野帰国に中農階層の宮脇正吉の次男として生まれ、三土高太郎の婿養子となる。三土家は地主階層に属し、経済的に余裕があったため、代々学問に励み、在京の漢学者として知られる家柄であった。香川県人上師範学校卒業後、一旦は小学校教員となるが、上京して東京高等師範学校に入り1897年に、 主席卒業を果たす。その後、1902年から4年間イギリスドイツに留学して教育学、歴史学を学んだ。帰国後、東官府の伊藤博文に招かれ、大韓帝国の教育制度調査に参加したことを機に政治への関心を抱く。1908年の第10回衆議院議員総選挙に、声優会から立候補して初当選を果たす。その後、 東京日日新聞編集長を経て、農村指定の教育を通じて、地方の植産を目的とする教育制度改革を主張した。1917年に岡田文章が設立した内閣直属の諮問機関である臨時教育会議に参加し、対象期の学生改革において重要な役割を果たした。 1920年元内閣の下で新設された大倉省参事官に任じられ、大倉大臣、高橋小暦用の訓等を受ける。以後、三つは高橋の側近としてまたは党内切手の財政通りとして活躍することになる。1921年、原高首相の暗殺によって高橋内閣が成立すると内閣初期官庁に抜擢される。その後、 五県三派による加藤孔明内閣にて高橋が農商務大臣となると時間6月11日から1924年8月12日後の組織改革によって初代農林省政務次官8月12日から1925年3月31日に就任となる1927年昭和金融強行の際に 成立した田中義一内閣では初め文部大臣となるが、大倉大臣であった高橋が強行への対応を終えたとして、大臣を辞するときに、三土を公認に推薦したため、そのまま大倉大臣に横滑りする。声優会が下野して、立憲民政党に政権が移ると、浜口内閣第二次若月内閣で、緊縮財政や近海金政策を主導した。 大倉大臣の井上淳之介に対し、財政論争を行った。その後、声優会が政権復帰した犬会内閣では、停心大臣、挙国一致の斎藤内閣では、鉄道大臣として入閣した。ところが、1934年の定人事件で、斎藤内閣は崩壊し、三つ地自身も偽証罪容疑で、逮捕収監されてしまう。だが、 定人事件自体が、検事総長、大臣委員長を務め、日本の司法を左右できるだけの実力を持った、数密院副議長、平沼喜一郎の声優会に対する、個人的縁魂から来たと言われており、後に、検察ファッショと休断される事件であり、いざ後半が始まると、たちまち検察側の主張は崩されて1937年には、基礎そのものが不当として、三つちらに、 無罪判決が下された。だが、その後半中に、三つ地の最大の貢献人であった、高橋惚歴世が点二六事件で暗殺されてしまい、その政治力は急速に失われてゆく。九百三十九年四月に、政友会が分裂すると、正当派と称されていた、鳩山一郎に押されて、久原ふ之助、吉沢健吉と共に正当派の総裁外交委員に、 就任し、1ヶ月後に政党派枠クハラを新総裁に擁立した。1940年、大政翼3会が成立して、政友会が回答した直後に、数密院に入り、太平洋戦争終結後までその任にあった。ところが戦後に一度だけ密地が、政権獲得の野望を見せたことがあった。終戦直後、旧政友会政党派の翼3政治に批判的だった人々は、 鳩山一郎を総裁とする日本自由党を結成するが、三つはこれに協力せずに首相となった、締原喜十郎に接近する。そして、1946年、締原内閣の閣僚が公職追放によって大量辞任すると内務大臣に就任し、翌月には貴族院議員に直選された。内務大臣に就任した三つは締原に対して、 自由党のライバルである日本新歩党に声優会が分裂した時点で三つちと共に声優会政党派に組みした議員で新歩党の結成に参加したのは飯野森江、中井和夫、西川定一、頼光義明、高畠亀太郎、三好信夫佐、綾部健太郎のわずか7名であるとの連携を進言したのである。紫で原は連合国軍による 日本占領という非常事態に際して政治基盤を持たずに就任した首相であり、短命内閣と見られており、一方、新歩党は議席こそ第一党であるものの、総裁の町田忠治は、高齢でとても次の首相は務まらないものと考えられていた。そこで、締原内閣が倒れたら、新歩党の支援を受けて、鳩山の自由党を抑えれば、自らが内閣総理大臣に就任して、 三つ地内閣を成立させることができると踏んだのである。だが、第22回衆議院議員総選挙では新歩党に、代わって自由党が第一党になった上に直後に、町田ら新歩党所属議員のほとんどが、公職追放の対象になって、議席を失ってしまったために、三つ地の計画は追放に返してしまうことになった。皮肉にも、その後自由党の鳩山一郎もまた追放されてしまい、 後継首相には全く正当色がなかった吉田茂が就任することになった。1948年4月1日死亡。去年78。墓所は青山霊園内の牧野信明、犬飼い武氏、山口友などの墓の並びにある。墓碑名は、しで原喜重郎の記号になるものである。三土中蔵。ありがとうございます。